構修行も結構どれぐらいの期間？2週間ぐらい、はい、ってことは、うん、この流れでいくと今日終わってから、うん、先輩が一日体験ってことですか？じゃあいただきます。こんにちは、はい、ということで今日は、はい、実は私の知り合いから、はい、知り合いの知り合いを通して、はい、またですね今回の、はい、お相談シリーズぜひ、はい、ちょっとラーメン屋やってるけどうまくいかないと、はい、相談乗っていただけない方、新宿のこちら徳島ラーメン春馬さんから来まして、はい、今回もちょっと我々ができる範囲でやっていこうじゃないかと、はい、まずはお話を伺って、うん、そういうことです、はい、理解ということで行ってみたいと思いますけれども、我々はチャンネル登録者10万人目指してますので、ぜひですねチャンネル登録ですが高評価をして応援していただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、はい、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。2人の軽い自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。徳島ラーメン春馬、店主の関と申します。去年の8月の27日にオープンして初めての店主やらせてもらってます。よろしくお願いします。はじめまして、足立拓磨と申します。徳島ラーメン春馬の一応出資者、僕がちょっとホストクラブやってまして、そこのホストクラブで働いてた従業員です。はい、もともとやっていたホストで働いてた方を店主に。そうです、もともとラーメン屋さんはやりたいっていうのが夢だったみたいで、それを知っていたからラーメン屋を出したっていうことですか。そうですね、僕ももともとやりたかったんで、でその時ちょうどあの知り合いのラーメン屋さんがあのお店を畳むっていうことで、まあ、ちょっと味を教えてもらったというかレクチャーしてもらって、ちょうどほんまに全てのタイミングが重なって、ここの箱とか物件もちょっと空いたんで、この際やからやっちゃおうかっていう感じで始めた感じです。このラーメン屋さんとその今やられてるホストクラブっていうのは近くですか？そうですね、歌舞伎町なんですぐそこです。あ、そちらは何年ぐらいやられてる？ホストクラブの方はもう10年超えですね。10年超え、はい、すごいです。老舗ですね。じゃあお店自体はずっとあるんですけど、はい、ホスト歴でいうと、ね、ホスト歴は、18歳からやってたんで、17年になります。今年36なんで。お店さんの方もホストはどれぐらい？僕も10年以上はやってますね。やってましたね。でラーメンが好きっていうのはホストやりながらもいろいろラーメン食べたりはしてきてしてきてます。で好きでいつか出せたらなっていうところで話が来た。そうですね。でその作り方を教わったっていうのは、徳島ラーメンのやられてる方で都内にあるお店です。もう今はなくなっちゃったんですけど、大好きでもう8年ぐらい通ってたんですよ。オーナーさんが好きなもう大好きやったんですよ。はい、そこの味を受け継いだというか。受け継げてるんですかねちょっとそこは自信ないんですけど、はい、はい、教えていただいて、あの試行錯誤しながら、ちょっとまあ味は違うとは思うんですけど、まあ、店主曰く、まあ、超えるぞという感じで、あの手作りでスープを一から作っている感じでございます。何を悩んでこう相談されたの？売り上げと、まだ店主の方がラーメン作りがまだ1年目なんで、アドバイスじゃないですけど、もっとこうしたらいいよっていうのを聞けたらいいなと思って、やられてたラーメン屋さんも徳島に帰るってことで、もう日付がなくて、もうキンキンでこの際やからやっちゃおうかっていう感じで始めた感じです。修行も結構どれぐらいの期間だったんですか？短かったと思います2週間ぐらい。はい、そこでもう詰め込んで。そうなんですよ。はい、でそれこそ例えば丼だとかなんかそういうのとか揃えるのとかも、そういうのも全部教わったってことですか？いや、もう丼とかはあのかっぱ橋行って、あの前のお店の器を聞いて、種類をそれを買って準備した感じです。なんか今その相談するにあたって、なんか悩みというか、なんかそういうのってあります？ご愛想なんですよ。だって酒を飲んでる時しかニコニコしないんで、はい、よく言ってるんですよ。ご愛想やからもっと笑ってくれって言ってるんですけど、全然笑う、あっちも笑わないんで。なかなかあちらの方も、あちらも今そうなんですけど、あの元々料理とかやってて結構詳しいんですよ。元気のホストさん。まあでもちょっと今は出てないんですけど、こっち今ちょっとメインに頑張ってもらってて。ちなみにオーナーさん、他にビジネスっていうのはホストバーもやってます。バーもやられてる、はい、ホストクラブとバーとバーとラーメン屋さん、
それを全部回されてると。でもなんかこう店舗ごとにあの信頼できる従業員がいるんで、はい、全然もうお任せというか結構僕は好きにやらさせてもらってる感じです。はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。すみません。あ、まず食べましょうか。そうですね。はい。まずね、はい、せっかくですから、じゃあ、はい。ただこれ歩いてきたんですけど、はい、かなり学生とか多いですよね。そうですね。人通りは結構多いんですよ。なんか裏とかも専門学校があったりとか、はい、結構あって、はい、若い方いっぱいね、ラーメン食べていただけそうな客層がめちゃめちゃ多かったですけど。はい、今どれくらいなんですか、集客的に。だとちょっときついですもんね。そうですね、はい、どうしていくかですよね、それをね、はい、そもそもなんで売り上げ自体はいかないって思われてます。特に僕立地が悪いとは思えないんですよ。立地のせいにはできないと思うんですね、はい、でただ物件がちょっとこのビルの1階とはいえ奥にこう入ってるっていうところはちょっと若干気にはなったんですけども、はい、まあ、ただこれだけ人通りがあってお店の左側に結構大きく看板出せたじゃないですか、はい、なんで、まあ、そこは奥まってるけどあの左側に出せることでカバーもできるのかなっていう感じはしたんですね、うん、パッと見は、はい、だけどなんでそれがいかないっていうふうにはお考えになられてるのかなっていうところをちょっと伺いたかったんですよ。味は自信があるんですけど、なるほど、はい、前に多分水田さんがおっしゃってた感じも、はい、あのちょっと徳島ラーメンっていうのがあ、なるほど、馴染みがないのかなっていう。なるほど、徳島っていうところがもしも本当に原因だとしたら、はい、徳島ラーメンをやめようとかっていう発想にはならなかったですか。ちょっとあるんですけど、はい、教えていただいた人が、うん、徳島ラーメンを、はい、まあ、広めるじゃないですけど、あ、はいはいはい、してくれるのが嬉しいからっていう理由で、はい、最初に教えていただいたんで、はい、まあ、僕もそれができたらいいなっていうので名前を付けた。そういうことですね。はいはいはい、そもそも、あ、カズにちょっと説明したいなったけど、はい、オーナーさんとしての本業は歌舞伎町とかでホストクラブを、はい、しかもね、なんかね、はい、俺ちょっと試合聞いたらなんかちょっと有名なですね、ホストクラブのだけどちょっとラーメン屋さんも夢をホストの方で持っていらっしゃる方がいて、はい、その方のためにも開けようってことで開けられたって、そういう流れですもんね。なるほど。そう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 。ってことは、うん、この流れでいくと今日終わってから先輩が一日体験ってことですか、うん、やめろお前。いやいや、ちょっと待って、お前、俺だってコメントコメントコメント俺お酒一滴も飲めないホストっているんですか。あ、ローランド。あ、でも、はい、飲まない。え、ローランドさん。あ、はい、あの人飲まないの。飲まないですね。あ、そうなんですか、はい、お、いけられます。俺だから恥ずかしいから自分で働いて自分でシャンパン入れるよ。売り上げないの恥ずかしい。そう、売り上げないの格好つかないから。一番高いシャンパン入れるから自分で。自分であのシャンパンタワーとか言っちゃって。なるほど、うん、自爆。そう、自爆じゃない、プライド。プライド、なるほど。そういう世界ですもんね。いやいや、もうそうです、はい、それはそうだよ、うん、それくらいなんか格好つかねえだろうな。昔は親でも嫁に言われてたんで。そうなんですか。お母さんも、もうあのお母さんいないんだったらそれぐらいしてでも嫁って言われてた。今はもうそんなことないんですけど、はい、昔はそういう時代だったんですけど、はい、なんかオープンになってきてますもんね。あ、そうですね、はい、昔ってなんかちょっとホストクラブ行ってると女の子が言いづらい空気感ってあったじゃないですか。あ、そうですね、はい、ね、20年前30年前、うん、でも今別に女性がホストクラブ行って遊んでるっていうことが全然その後ろめたいとかそういう感じじゃなくて全然オープンな普通な感じですもんね今は。そうですね、はい、だそれいいことだよね。なるほど、うん、だって人間だもの三つ男みたいな。まあそうっすね、そんな感じになってますよ。いや、もうそうです、はい、本当にそんな感じです、ね、だからホストクラブはせっかくうまくいってんだからラーメン屋もなんとかうまくいって、はい、よろしくお願いします。行こうってところですよね。じゃあ自分たちができる限りのアドバイスありがとうございます、させていただいて、はい、お願いします。よろしくお願いします。いただきます。はい、なるほど、はい、自分はですね、撮影前にお忍びで来たことがはい、ごちそうさま、ありがとうございました。ちなみにですけど、これって食べられました？食べました。それがもう味に出ちゃってるんですよ。
っていうのは、今すみません、これ一杯食べるの多分かなりしんどいです。